はい、こんにちは。日本ではね、合同会社ってやっぱりね、軽く見られてしまうんですよね。あんまり知られてないですし、で本当は一緒なんですよ。株式会社でも合同会社でも別に営業活動には差し障りありません。でも合同会社っていうふうに言うことで軽く見られるっていうね、デメリットがあるとしたら株式会社でスタートした方がいいのかなと思いますけども、ただね、やっぱりね、あんまりこの箱って関係ないですよね。大規模でやる場合は株式会社の方がいいでしょうけども、一人でやってる場合って結局ね、そういうことを気にする人いないんで、だって商品が良ければいいわけですからね、サービスが上等だったらいいわけですから、まさかね、株式会社合同会社のことで差別を受けたりとかね、偏見を持たれることっていうのはまあありますけども、そういう人はもうほっとくしかないですよね。ただ今でも現実あるのは確かなんですよ。やっぱり合同会社だと、まあちょっとね、なんかいまいちだよねって感じる人もいます。それはちょっと昔の価値観を今でも引きずってる方だと思いますし、現実そうであるならもう仕方がないんでね、自信がない方は株式会社でいいんじゃないですかね、ただこれから時間が経っていけば合同会社も株式会社と同じぐらい浸透しますんでね、しばらくしたらあんまり気にすることではないのかなと思いますけども、どちらにしてもそんなことで気にしてるようだったら商売できないですね、吉田さんね、そんな箱なんてどうでもいいんですよ。それこそ屋号でいいんですよ、もうね、はっきり言って個人事業主でも別に全然構わないんですよね。はい、それでですね、今回ちょっとお話したいことがあったんですけども、何だったか忘れましたね。自分を経営するですか。そうそう、会社に隠れてね、サイドビジネス、副業したいって方、これ別に一方的に非難するわけじゃないんですけども、ちょっと考え方がね、これじゃやっぱりダメですよ。会社にバレずに副業するんじゃなくて、むしろね、会社の同じ社員とか上司とか部下に商品売るぐらいの気持ちでやった方がいいですよね。これは社内販売だ。だってお客さん目の前にいるわけじゃないですか。なんかそのもう信頼関係がある上司とか同僚とか部下に売ればよくないですかね。なんでね、わざわざ自分が関わってる組織、そこそこの信頼関係があるところに商売持ちかけずに、全く関係ない第三者にね、いきなり売り始めようとするの、そんな難しいこといきなりやらなくてもいいと思うんですけどね。だからね、なんかこの辺が私はうまくいかない人だなと思うところなんですよ。それこそね、なんか近くのよく行くコンビニの店員さんに商品売るぐらいじゃないと商売になんないと思うんですけどね、ということでございますね。自分株式会社を運営する、まさにそうですよ。モチベーションが上がらないのは上がるようにしていく、自分を経営するわけですよね。自分の懐状態が悪いから懐状態を良くする、自分を経営してるわけなんですよ。自分の営業時間が長すぎるから営業時間を短くする、自分を経営してるわけですよね。自分一人でやってたら自由自在ですよね、これはね。だから組織にいればいるほど自由が利かなくなってきますし、パートナーを組めば組むほど不自由になってくるんで、絶対に一人でやるべきですね。一人がいいと思います。はい、いってらっしゃい。